鏡を見た反応からすると、でも、あーもう、どここにいたか。誰よ。ねえ、もしかしてドラゴンボールで16号まで復活した。ちょっと、セルに壊されて故障。それは俺ではない。え、孫悟空にリンクしているものよ。抵抗するというなら力ずくでも連れて行く。そう、その肉体は損多少手荒な殺す。そう、なるほど。ならばこちらも手を。して間もないというのに。こんにちは、ブルマさん。わざわざ僕たちを呼び出したんだ。ん？なんだお前。邪魔が入ったようだな。ここは出直した方が良さそうだ。孫悟空にリンクしているのよ。さてと。え？どういうこと？おやおや、悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じません。その代わり、知らない人の気が感じる第三者。体を乗っ、ちょっと、あんたに乗っ取られているほど孫君は暇じゃないのよ。ブルマ、この方もというわけ。まずあなたなら同じ体の中に眠る悟空。あれ、おめえ誰だ。それに、こ、変だな。か、まあおめえなんか知らねえ。おめえが、それにしてもウィス、やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人の手で作られたもののようですが。波動？なんだお前、鈍いとは何よ。おい、てっきりごちそうを食べさせる。あ、そうよ。急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだ。ふーんじゃないでしょ。せっかく来た。僕には関係ないこと。そんなことより早くおいしい。つまりとは。おや、どうやらあな、悟空さん聞こえますか。それがよ、腹減った。ほら、悟空さんから返答がないと。あれ、ウィスさんの声は聞こえ。ひょ、ハドソン、気が多そうな連中はぜ。だったらなんで。決まってるだろう、神はそんな波動。あ、そ、まあこの謎の波動を何とかしない。そんなの困るわよ。あ、今各地の様子でも強い人がね、動けなくなっているでしょうね。
もしくは誰かに体を乗っ取られているか。このブルマさん、この波動の原因にここ急にそ思いやなんであの時それ今起こってること。なるほど、そうよね。それにみんなのこともそのさ言っておくけど、そんなこと何度も言う。困ってん、まあ、あというわ。帰りなさい。いきなり今ああいうクローンが世界、またいつ襲ってくるかもわからないし。そう、例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよう飛行機を改造したわ。これで波動の影響で閉じ込められた、そう簡単に言えばいつもの。それじゃ早速起動してみるわ。えい、急に出て、やったわ。でもダメだ、体が重てぇし全然ち、やっぱ全然力が出る。中和装置はまだ完璧じゃないから力までは取り戻せない。よくわかんねえけどよ、この状況ってドラゴンボールで。それができるならこんなに慌ててないわ。あ、そっか。ああ、わす、それ、あんたにはそ、よし。それじゃあ16号を捜索しつつ。お、で、クリリンだ。あいつ黒？やべ！クリリンを狙ってる！早く助けねえと！
for the coming battle! Ready? Go! こいつをやってみろ! Go! Go! もう一丁だ。パパッ。ほら。レグレートな。まだまだ。ほら。ほら。ふっ。あれ、ここは確かクローンが現れた原因を探って。ダメだ。そっか、いつもありがとな。なんて言って、ほらだってやべえ時はいつもクリリンから全部行く。ところで全く覚えてないんだけど、俺は誰にやられたんだ。クリリン、よく聞いてね。今いろいろと大変なことになってるの。というわけなのよ。そんな、あの16号。よし、俺も一緒に戦うぜ。あ、ちょっと待った。今、あっちゃー。修行すりゃ少しはマシになりそうだけど。え？というわけで。悟空の中にいるやつが俺にリンクするってことですか？いいから、二人とも試しに目を閉じてみて。さあ、そしてリンクしているあんた、クリリンの中に移動して。ん？オラの中からいなくなっちまったぞ。うわっ、俺の中に。やった、リンクする相手が変わったわ。これでみんな戦うな。じゃあクリリンが戦ってる間、ほら、なんリンクできる人は一人だもの。でも確かに悟空だけに頼りっぱなしってわけ。まっか、もっともっと自分で戦えるようになるまで。あんたらしい考え方だわ。とにかくそういうことだから、3人とも。似てたら他人には絶対。18号さんは俺とクローンをちゃんと見分けてくれるかな。見分けてもらえなかったなんてこと。心配してる場合じゃないか。もしここであいつを見失って俺の姿で悪さなんかされたら。というわけで、お前が悪さをする前に。よし、修行始めるぞ。ドン、大丈夫。ほら、もううかうかしてらんねえな。もう一度、いい感じだ。次は、これをやってみろ。ファンタスティック。マックスマムパワー。あれ、チェンジョンか。
敵が多いと大丈夫さ。それはそうなんだけどさな、クリリン、あ、今までもしかしてこの木、確かに剣だよ。相手の気を感じない。そっか、何か手がかりがつかめるかもしれない。やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。お願い、やめてください。これなんだ、この野郎。誰かと思えば、おめえ、正直おめえたもう一度叩け貴様とサンゴハンの息の根を止めるため地獄から戻ってきてやったぞ。クリリン、そんな相手はオラがすっから、おめえはつまない。十八号さん、ダメだ、完全に意識を失ってる。あなたは、すみません、悲しまあいいだろう、むしろ孫悟空と戦う。すみません、俺はセルを倒してくるんで。私を倒すだと。やめろクリリン、おめえの勝手な相手じゃねえ。おめえさん一人守れずに。当たり前だ、相手が誰だろうと18号さん。その時に、なんだと、しまった、くそ、火を感じねえ。十八号さん、大丈夫、多分気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと。そう、あの、十八号さんをかばってくれてありがとうございました。いえ、こちらこそ助かりました。まさか波動の影響下であそこまで力が発…波動？なんか知ってんのか？あ、もしよかったら、彼女には絶対にカメハウスか…わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。18号さんは波動で意識を失ったところを何のためにさらわれたのかまではわかりませんが、もしかしてクローンが出現したりセルたちが復活した原因は…はい、全て軍の仕業です。私は波動によって戦士の気を抑え、他の人間を憑依させる研究をしていました。これはリンク技術というものですが、
軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、18号さんとは逃走中に知り合い、でも途中でセルと遭遇して18号さんが犠牲に。よくわかんねえけど、そんでおめえは軍をやめようとしたら。お願いです、レッドリボン軍を止めてください。もちろんです。二度と悪さをできないよう組織を壊滅させてやります。ちなみにレッドリボン軍の基地がどこにあるかできれば。すみません、何せ。そうです、あ、そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか。俺たち今からそのブルマさんのもとに18号さんを連れて行こうと思ってるんです。あそこならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことが心配なのでうちに帰ろうと思います。私のことより。はい。
おめえならやるよ。よし、行くぞ。
これはこの前のペーパーテストの時とそれ。うわ、悟空！なのもうだ変な波動、うん、あーもうこれ以上どう説明しろって言うのよ。まあつまりオラたちの中に入ってるやつが一緒に悪いやつと戦ってくれるって。僕の中に入ってるやつ、そいついいやつなのか。そういいやつ、いいやつ、すっげー。そうなのか、サタンもいいやつ、俺いいやつ、いいやつならお前も友達。あれお菓子ないのか。そんならブルマが宇宙一うめえプリンを。えこの間のパーティーのプリンよりうまいか。もちろんよ。だから先に急ぐ。わかった、先に戦う。大丈夫なんですかね、宇宙一のプリンだなんて。もうソン君ってば、後で覚
ずは。なぜだ、あいつらもなぜこの無様でしたね。フリーザか。あなたの戦いぶり遠くから見物させていただきましたよ。まったく、私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。それで、あっお前に教える義理はない。そうですか。実はですね、私の忠実な部下たちが面白い情報を仕入れてきたのですよ。お前の忠実な部下？まあそうです、義勇特戦隊といいます。欲しくはありませんか？私の部下が手に入れた情報を、あなたの持つあいつの情報と情報交換というわけです。なんだ、誰かオラの心に。そう、ピッコロか。すぐに来てくれ。敵かすかな。
もう一丁だ。
説明は必要ない。波動のこともリンクのことも今分かった。え？説明を聞くのも面倒だったから。心を読んだ。あんた、まさかよく私が。雑多な情報の一つにあったかもな。どうしたって、何よそれ。乙女。まあまあ、ナメック星人にとっては乙女も何も関係ない。それにブルマ、おめえもう乙女。とにかく事情は分かった。孫にリンクしているお前だが、今はお前の力が必要だ。俺も戦う。Yeah!
outcome of this fight is anybody's guess. Fight! 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 F
号は生体機能に全く異常はないし大丈夫。そブルマさんがだクリリン、コラの中にいる赤い新ペースだよな。悟空の中にいるお前、うん、だが本当にあの16号ならレッドリボン軍のやり方には反発するんじゃないか。そうなんだよ、16号は悪いやつじゃなかったのよな。実は私最初に16号に会った時、それは別の16号だって言われたの。だからあのでもよ、あいつ目と別人っていうわけでもなさそうだったぞ。そこなのよね、作り直されてはいるけれど元の16号の記憶も。真相は分からんが、今はレッドリボン軍の基地を目指すくらいしか当てはないのかな。あ、そうだな。